何かもうこの時点で対策していますか？私はほぼほぼ、出演時は目が、マスクです、マスクじゃない、コンタクトですけれども、通常プライベートでは眼鏡をかけることも多いので、今日も眼鏡で、午前中過ごしていたんですけれども、コンタクトよりかは眼鏡の方がまだ花粉シーズン少しこう気持ち楽なんですよね。コンタクトでこう花粉が入るとより目が痒くなりやすくなるので、メガネで過ごすことも多いんですけれども、最近メガネ新調したいなとも思っておりまして、今ってパーソナルカラーとか顔のタイプ診断で自分に合うメガネを選んでくれるサービスがあるんですって。ね、なんか自分で似合うメガネってわからなくないですか？かけても自分でこれが似合うとか、そもそも裸眼でいくと自分の顔が見えないんですよだからそう、こう寄ってこう鏡でこう見てもあれこれどっちが似合うんだろうと思ってしまって、確かにわからないですよね。コンタクトしてメガネをかけてみても、そもそものこう度数がやっぱりあるので目がこう小さくなってしまうんですよ。それも考慮して似合うメガネを考えるって至難の業なんじゃないかなって最近思っています。なのでパーソナルカラー診断と顔タイプ診断、骨格診断でメガネを選べるっていうのは素敵なサービスなんじゃないかなって思っています。今度ちょっとそれを、参考にさせつつ、参考にしていただきつつメガネを選んでみたいかなと思っております。おしゃれの幅が広がりそうですね。ですね、メガネで快適に過ごしたいですし、おしゃれとしても楽しんでいきたいですもんね。皆さんも、3月に入るとより花粉も飛散しやすくなりますので、メガネを工夫したりですとか、あとはマスク、目薬使って対策してお過ごしいただきたいなと思います。さあでは21時となりましたが、この時間タイムよろしくお願いいたします。